アメリカ合衆国の労働法学者である。コロラド州イーグル軍レッド、クリフ出身、ウィスコンシン州ベロア大学及びシカゴ大学卒業後、U.S. スチールに勤務。その後はフランクリン・マックビーに転勤し、米国船舶委員会や集満社、イエール大学内の出版部に転々と勤務し、雇用関係の仕事に当たった。1935年には、 イリノイ州の事業促進局の部長を務め、1937年には、シカゴパーク内人事委員会の雇用監督官、1943年からは、アメリカカナダ人行政委員会の会員となり後に、委員長を歴任した。同委員会勤務中の1946年末に、日本政府の招聘により来日した。対日中は GHQ に雇われ、フーバーが公務員課長を務めた。 米国人の施設団によって構成された、フーバー施設団の団長となり、官僚制度の改革に携わった。一時の帰国を挟み、1947年6月に、フーバー報告書に言及されている国家公務員法の内容が批判され、削除されたことに不満を持って、再来日した。再来日後は再度 GHQ に勤め、 道部内の民政局公務員課長を1949年まで務めたダグラス・マッカーサーの指示により1948年11月に国家公務員法改正を実現し日本における労働改革に大きく貢献したありがとうございます。